今ここで東京スイクラブを見てくれてるよい子のお友達にご報告です。正月のさ特番でさ、だからジョブチェーンにてプロ料理人がコンビニ商品を辛口レビューするっていうなんか人気コーナー放送してたじゃん。あれさ、ファミマの和風ツナおにぎりの新さ、チョコキイタリアンの小林シェフが見た目からして食べる気にならないと食べずに不合格、ファミマ社員なく小林シェフの店の口コミが荒らされる。それで今このツナマヨファミマで買えないんだって。逆になんか見てた人は怒り心頭で、美味しいじゃないって私買うわよって、もう今買い占めあってもうどこでももう入手困難になっちゃってんだって。で小林茂さんはつっていろいろやってるんだけど、まあ、ここがあの連絡事項なんですけども、このレストランって小林っていう、まあ、当店のシェフの名前が小林これ高吉さんで、レストラン店に出てる小林っていう人と勘違いしちゃったみたいで、お店に抗議の電話とかもえげつないことかかってるらしいのよ。で根拠はね、批判や嫌がらせ、まあそういうのが続いて法的処置をねとりあえず負えなくなってしまって、でちょっと勘弁してくれやって、なんでみんな確認しないでこの人のところに行っちゃうの、これ大変よ。このお店もそれね大変だしさ、TBS に連絡取るべく行動してます。で違いますからと言ってほしいってお願いしてんだって。いやこれはちょっといや確認しようよ。今までも何度もこんなのあったでしょ。しかも怒りが頂点だったのがえげつないことしてるらしいのよ。ちょっと勘弁してくれやっていう。リストランテ小林さんのお店からでした。よい子のお友達に一言、今がチャンスよ、消す、速やかに消してくださいって言ってる。今逃すと後でも大変なことになっちゃいますよ。おばちゃんも SNS で見たのよ、番組のやつ。まあ確かにこのゲロ野郎がと思ったよ。わちゃんもその態度なんだこいつと思ったけども、関係ない人の、まあその人のところにもさ、営業妨害になるような格好の人は、まあ、いいから、もう大人すんな。ね。あと、この方、今消していただければ速やかにって言ってくれてる。今から、チャンスよ。残してると後で大変なことになっちゃうから。このね、ここまでされて、そこまで言ってくれてる。リストランテ小林さんのために消してあげましょう。そういえばね、昔おばちゃんにも、通り虫だって言ったしね。何よそれ。おばちゃん、これでもアイドルよ。アイドルに向かって通り虫だなんておばちゃん。ちょっと謝ってちょうだい。今のうちに消してちょうだい。消さないとおばちゃんもっと泣くわよ。度数の高い、コンビニのチューハイ買ってきちゃうわよ。それでも、やってやれるかって言ったらもっと泣くからね。今のうち消してちょうだい。海外のニュースなんですけど、とてもね泣けるお話で、遊戯王のね大ファンだった息子さんがね癌でねお亡くなりになってしまったのよ。そしたら家族がね墓石をね遊戯王カードにしてあげたの。あ、これすごいし、なんかすごく泣ける、ただこんな時にこんなこと言うの本当に申し訳ないんですけど、せめて闇属性のカードじゃなくて光属性にして、そういうの見ちゃダメですか？いや、でもすごくそこ気になって。なんかせめて光属性にして、もうこれで十分ですや。おばちゃん何も言ってません。これで十分。いや、もうほんと泣けるお話ね。といえばね、移動オービスって増えるみたいよ。22年度さらに上空へ。どこでも突然取り締まりだって。でね、警察庁がね、2022年度予算に移動オービスのさらなる整備費をね、盛り込んだ総額1億300万円を計上し、多発する通学中の交通事故などの、これ、抑制を目指す。おばちゃん思うのよ。これ、最新式って言われてんでしょ？おばちゃん、
これ最新だと思わないのよね。だってこのさ、記事にツイートしてる人、うん、で、その人がね、私が知る、なんか移動式オービスはこれなんですが、おばちゃんもこれが最新だと思うのよ。だって、自動で逃げんのよ。ね、自動で逃げるオービスなんて、めっちゃ最新でしょ。そんな機能だってないじゃない。誰これいや、こっぴどく怒られたと思いますよ。だってピカってるもん、危ないじゃん。これ相当怒られると思いますよ。ねえ、おばちゃん。あら、ラビちゃん、どうしたの？すごいものが今、ブログニュースに上がってんだよ。面白半分で保存した心霊写真、見るたびに変わってる気がするっていう怖い写真が出てきたぜ。え？おい、こらガキ。何この、魔女のニュース、誰がガチを出してこいって言ったんだよ。え？だって、いつも出してる。いつも出してるじゃねえよ。ガチを出してどうすんだよ。微妙な写真出してきて、おばちゃんがボケる。それがいつものパターンじゃねえかよ。トイレ行けねえじゃねえか。お前、どこっち行けよ。え？だって、もうこれ、ガチを誰が出せって言ったんだよ。おい、こら。おばちゃん怖いよ、今日。ガチは出すなって言ってんだろ。トイレ行けねえじゃねえかよ。なんかね、この写真、有名で、何か保存してる人の間では、手が生えてきたり生えてこなかったり、そんな風に見えるらしいね。あと、左隅の方になんか女性が見てるとか、なんか、ちょっとよくわからないんだけど、霊感ある人からすると、なんか複数映ってるということみたいだよ。本当に。どうしよう。夜。おい、お茶買いに行けないじゃないのね。いや、ちょっと、ラビちゃん考えてよ。おばちゃんとラビちゃんの出てるこの動画、所詮、おふざけなんだから。すごいこと言っちゃうけど。いや、おばちゃん、ラビもちょっとごめん、やりすぎたと思う。でしょ？少しは考えてちょうだい？うん。あ、そういえばね、逃走中のハンターの意外すぎる採用条件がね、最近分かったらしいよ。で、身長180センチ以上で、〇〇ができるかテストするみたいだよ。え、あれ？陸上選手とか、なんていうの、その、マラソンやってた人とかが採用されんじゃないの？え？身長や挙動テスト、経験者が語る逃走中のハンターの採用条件。今回、過去にハンターを経験したことがある男性 A さんの話を聞くことができた。ハンターの第一条件は身長180センチ以上ということなので、モデルによく声がかかりますね。必ずしも陸上競技の経験者でないといけないわけではないんですよ。採用オーディション時は、面接や短距離走のテスト、挙動テストなどを行います。挙動テストとは一体どういったものなのか。番組内でハンターはアンドロイドという設定ですからね。急にピタッと止まるなど、機械のような動きができるか、無表情を保てるか、そういうことが問われるんです。仕事は操縦以上に過酷なようだ。走り回って息が上がっても、捕まえた参加者が面白いリアクションをしても、表情を変えてはダメ。最近はコロナ禍でマスクをつけなければならないため、かなり息苦しいんです。タレントさんを捕まえるときも必ず両肩をタッチするというルールがあったりと、あ、ハラスメントの観点かも。あ、間違ったもミンチは無理っていうこと。へぇー。あ、予想以上大変なのね。確かに、間違ってもミンチしちゃうと大事になっちゃうもんね、今の時代。おばちゃん、もし、どうしてももう捕まるっていうときに、おばちゃんの方から、ぐわしゃっとハグしていく。どういうこと？え、だってあんた背高いしさ。若いし、イケメンの人多いじゃない。ねえ、どうせ出るんなら。一円でも多く取ってやろう精神。サングラスもかけてるし、ドキッとするでしょ？
体つきもいいし、どうせ捕まるんだったら外しに行くと思う。おばちゃんのその考えってスーパーでビニールの無料の袋あるじゃん、冷凍物とかつってあれ必要以上に持ってく変なおばちゃんと思うんで変わらないと思うんだけど、ごめんなさい。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シークラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。